はい、追い切りチェックのコーナーです、はい、よろしくお願いします。はい、今週は三重賞ですが、まあちょっとサトラクラウンは木曜日ですね。そうですね、京都記念の方はちょっと、まあ京都通信杯の方もちょっとまあやや関西の方が、優勢、そうですね、勢力的には優勢かなっていうところですが、はい、どうでしょうか。まあ一応まあね、今日意欲的にビシビシやってた朝霧城、はい、まあ石川ジョッキーなんて、まあ点からね結構なペースでいったので、まあしまいは13秒にかかったんですけど、5番も64秒やるの4番も50秒3なんで、まあ全体的な時計としてはまあいいかなというところですかね。まあ前回ちょっと早仕掛け、結果的には早仕掛けだったかなという感じなんで、ただねちょっと東京今上がりの早いそうですねコースになってるんで、まあ週末ちょっと降るかな、雨がみたいですね。木曜金曜にちょっと降ると降るみたいな、で、ね、まあ若干時計かかるようになればまあチャンスが出てくるかなという感じかな。状態は変わりなくいいと思います。はい、そうですね、先週なんかもう32秒とかで上がらないと勝負になんだようなおかしいねもう軒並み33秒台ですからね。うん、ねえ、まあ、そういうの、そういう足が使える馬ばっかりじゃないんで、ね、そうですね。まあ、僕はそうですね、ベルラブニールが、まあ、すごい良かったっていうわけじゃないんですけど、まあ、仕上がり的には上々かなというところで、まあ、大野騎手乗って、まあ、長めから追われて、3と合わせて、まあ、遅れたんですけど、まあ、動き自体は上々だったかなというふうには思います。未勝利勝って休んで、直後なんですけど、まあ、未勝利戦の勝ち方がすごい強かったので、まあ、コースもその時と同じで、東京戦8で2戦してて走り慣れてるっていうところもありますし、まあ、陣営も結構選択肢いろいろあった中で、まあ、同じ距離でもう一回走らせて、まあ、このメンバーでどれだけやれるかっていうところを見てみたいというような感じなので、まあ、結構、まあ、クラシックでも人気なりそうなところが関西から出てくるんで、ここら辺で構想できれば楽しみかなというふうには。そうね、まあ、力試しというかね、京都通信杯の関東馬にとっては、そうですね、関西の強い馬たちとどれぐらいの競馬ができるのかっていうのはね、まあ、試金石という感じですかね。はい、はい、あとはクイーンカップ、はい、クイーンカップ同様にあります。はい、まあやっぱ注目はフローレスマジック、はい、まあ初めて戸崎ジョッキーがまたがって、楽しみにしていましたと言ってました。まあ4波論で52秒のラスト12秒4、まあ外にはサントワーズの真ん中だったんだけど、外にはサンはちょっと遅れちゃったんで、うちの馬と併入という形でした。まあラストの反応は良かったので、まあ感覚開けて体もふっくらして帰ってきましたし、まあ力出せる体勢になってるなと思います。はい、この馬は瞬発力勝負向いてるんで。そうですね、ディープインパクトなんですね。まあ里の嵐がお兄さんで、そうね、うん、まあただね、まだまだこれから先成長してくる馬だと思うんで、ここはまあね、どういう競馬できるのかこの相手でというところですね。はい、まあ、ほとんどちょっと抽選の馬が多いので、うん、現時点で、まあね、落ちる可能性もあるんですけど、よく見えたのはコマノレジーナなんかいいかなというふうには思いましたね。感想だったですね。はい、枝騎手が乗りまして、まあ、今日は本当に、先週ビシッとやってる分今週はさらっとだったんですけど、これでも馬なりで本当に動きは良かったですし、まあ、新馬戦で見せた切れ味がすごかったんで、中山マイルで大外からもう楽々と、はい、差し切ったっていう内容だったんで、まあ、小柄で切れる牝馬っていう印象ですね。ドリームジャーニー3区でこの馬なんか入って、そうですね、結構切れ味勝負でも多分、は歓迎かなという、前走見る限りそういう感じなのでいいかなというふうには思いますね。あとそうですね、良かったとこだとセウンキラビアカなんかは、これも
半路でしたけど、馬なりでしたけど動きは良かったですね。ここら辺も、まあこの馬も一戦一勝で、新馬戦の勝ち方が強かったので、どうですかね、入って、まあこのメンバーに入ってどれだけやれるかっていうのはやってみなきゃ分かんないですけど、仕上がりとかはいいと思うので、ここら辺はいいかなと思います。まあ、どこだね、まあ、あと、あ、まあ、賞金持ってる組ではアイロリッド、はい、まあ、週末やってるんで、まあ、今週はさらっと、4番のウッドで54秒0のラスト12秒を、まあまあ、まあ、もともと仕上がってるんでね、まあ、休み使ってたのは、ここは中4週だったかな、まあ、叩いた馬券っていうのは当然ありそうなんで、順調に使えるのはいいと思います。前走まだちょっと余裕があったっていう話だったので、そうね、はい、前も閉まってきてると思うし、まあ、前回の時は、まあ、その前は捻挫をしたらしくて、まあ、そういうところもあったんで、まあ、今回の方が順調に来てるかなと思いますね。はい、はい、そのところですかね。はい、日本からは以上です。はい。